見えちゃったものがあって、それを見に行きたいと思います。あ、OK です。ちなみに、こんなのが届いてます。すげえ。じゃあ、はい、いいですか、いくよ。うん。飾り付けしたやつもさ、あ、見たい、いいの、見てよ、え、なんか光ってる、ハッピーバースデーだってね、嬉しいんだけど。こっちも見ていい、うん、頑張って、うちらが飾り、かわいい、めっちゃかわいい、もう何、ここでファンのみんなと、はい、チキ&再会を、はい、初めてだね、初めて、ね、開催します。ありがとう、みんなありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、皆様、おはよう、おはよう、ということで、マホセンター祭1日目スタート、イエーイ。実は誕生日っていう実感が1ミリも湧いてなくてですね、あらららら、そう、最近イベントでドラマとしてたから、ね、自分が誕生日来たこと忘れてたんですけど、みんながこうやって来てくれたり、この可愛いやつを見たり、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、もうありがとう、めっちゃ嬉しそう、なんか自分でやっと嬉しそうな、やっと実感がちょっとずつ湧いてきました。だからみんな本当にありがとう、今日は楽しもうね、マック届きましたので先に食べちゃいます。本当に本当に誕生日っていう実感がなさすぎて、なんか本当にもう誕生日なのかな。はい、戻ってきました、おがえりんご、いただきます。冷めてる。どうですか、一部終わりましたが、席替えの回数を重ねていくごとにもうだん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 早くなる、時間が。それな、一面が増えてきたからさ、チュアの一面が増えてきたから、うん、お互いに慣れてる感じだから、会話ができるようになった、やっと。うんうん、前まで会話できなかったもん。めっちゃわかる。嬉しいだから、ね、すごく。落ち着いて喋れる。うん、もう好きだけどね、うん、可愛いから、みんな。愛おしいよね。うん。
今回は初の試みでチェキプラスサイン会をやっておりまして、サインを書きながらね、チョアとお話しするっていうお時間がありましたよ。サイン書きながら話そうと思ってたんだけど、いざ書けってなると、ね、2022とか普通に言っちゃう。わかる、話せないよね。うん、あれ、日付なんだっけっていうさ、その日付とかさ、サインについての会話しかできなくなっちゃう。もう、サイン書いてるとき喋ってない。見てもらってる。ビッグマックさんはもっと頬張りたいんだよね。いいよ。え、本当のね、このビッグマックの、うん、うちの食べたい食べ方やるね。うん、うまそう。ねえ、待って、めっちゃ美味しそうに見える。CM 待ってます。好きな人とさ、ハンバーガー食べに行った時もさ、どうする、どういうタイプですか？それはもちろん、うん、いただきます。うん、口開かない。全然口開いてねえ。一口小さい。うんうんうん、だよ。絶対そうやん。実際だったら、実際は本当に本当のリアル、本当のリアル。え、まず行かない、絶対に。え、でも向こうが行きたいお店があるんだよねって言って何も言われなくて、うん、着いたところがハンバーガー屋さん。ハンバーガーじゃないもん食べる。ハンバーガーじゃないもん食べる。いや、でも普通に頬張るかも。さっきみたいな頬張り方っていうかは、まあ、ちょっとね、落ち着いたね、こんぐらい普通のね、うん、うんうんうん、美味しくない、その相手の目を見ながら。相手が下向いた瞬間に来る。ね、なんかもうお前、まあ、デートに行った時があって、うん、食べた時にこうやってあーってトマトが横からポローって、しかもでっかいトマトがコロコロポーンってして、うん、あーってなりました。そういうことが起きます、ハンバーガー食べてると。でもなんかさ、それも可愛いみたいなさ、なるんじゃない？思ってくれればいいよ。うん。そう思ってくれるなら食べます。え、トマト先生食べるの？もう我慢して食べた。えらい。その時は。で、あ、落ちちゃったってもう一回戻して。戻しちゃうんだ。うん、戻しちゃって、このパティを開けて、あ、バンズを開けて、パティの上に置いて、バンズ閉めて、こうやって食べたの、うん。でもこうやって落ちて、ちょっと掴むの。それそっからこう入れるのすごくない？トマトふにゃふにゃしてるし。私ね、こうやって。おっさん。じゃあさ、魚の骨ってどこまで取る？でもうち普通に根本的にめんどくさいから食べちゃう。マジ？うん。さすがになんか太すぎたのちょっと。いや、それは。食べるのにね。でも、エビの尻尾食べれる。すごくね？すごくねっていうより。何？汚いの？だってなんかゴキブリのさ、羽の成分と一緒って言うやん。そうなの？別に汚い汚くないとかじゃなくて、その、なんていうの、例えば人間で言ったらさ、なんか、うん、人細胞、みたいなもんで。人細胞。ということで、お昼のご飯でした。バイバイ。バイバイ。この距離はやばい、この距離はマジで好きになる、バカ野郎、そんなこと言うな。めっちゃいい。
何何やけ起きて、あ、やっと起きた。あれ体動かない。まだ夢だ。
誕生祭2日間だったんだけど、すごくね、大変だったんですけど、みんな一緒に応援してくれたりとか、SNS で頑張ってって言ってくれたので、完走できました。今度会えるのは1ヶ月後なので、皆さん寂しいと思いますが、チェゴも寂しいので、ですが、ワンマンを成功させるために一生懸命頑張るから、楽しみに待っててほしいなって思います。なんかこの2日間でめっちゃみんなから愛をいっぱいもらえたなと思います。なんか編集とかイベントとかで切羽詰まっててもみんなのことを思い出して頑張るので、これからも応援してくれたら嬉しいです。ありがとう、みんなありがとう。SNS もやってるのでフォローお願いします。やりたいです。以上。